ということで、こちら食べログの定食百名店。今回は角屋食堂であります。湯浅町にある角屋食堂、駅前にあります。食べログが定食百名店ということで、全国で選ばれたお店であります。そのためかいつも行列ができています。食べログの説明では、輝く白飯とご飯が進むおかず、そして汁物と小鉢、体も心も満たしてくれる定食という美しい形式は日本の宝とも言えます。あなた好みの一点がきっと見つかる定食百名店はこちらであります、というわけであります。しらす丼がメインであります。生しらす丼は1100円と少しお高いのでありますが、お客の半数はこれを頼んでいました。この生しらす丼は食べ方に作法のようなものがあって、美味しくいただく方法を店主が伝授してくれます。これも見どころでありましょう。それではごゆっくりお楽しみください。角屋ということで、釜揚げ、しらす丼、刺身定食、しらすとうどん定食ということで、こちら角屋さんであります。本日はこちらしらす定食ということで、食べログが2021年こちらの方、しらす丼ということで有名なお店であります。それでは入ってみたいと思います。ということで、こちら食べログの定食百名店、2021年に選ばれた和歌山県でも少ない定食百名店であります。
一緒ということで、ところであります、湯浅の駅があちらであります。今回リニューアルしたという湯浅駅であります。この5月14日にリニューアルしたばかりの湯浅の駅の近くにあります。その駅の近く、こちらであります。このような場所であります。そうや、こうこのこちらの方、刺身定食、唐揚げ定食、とんかつ定食、生しらすに金山寺の味噌きゅうりまであります。亀うどん、だるうどんということで、本日はこちら釜揚げしらすうどん、こちらの方を食べました。こちら生しらす丼も美味しかったのでありますが、次回はこの生しらす丼ぶりの方を食べてみたいと思います。こちらしらす丼とうどん定食ということで、こちらの方、熊のおばさんはこちらを食したという動画であります。おお、なんとコペンのダブルであります。たった今コペンが出ていきましたが、こっちもこっちトラもコペンであります。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。